FM キララ本社株式会社 FM キララは山口県宇部市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM キララの愛称でコミュニティ放送をしている2001年に開催された山口キララ博の機関内で放送されていたイベント放送局が前身である博覧会終了後にコミュニティ放送局に移行した 受信予想エリアは、宇部市、山陽野田市、山口市の一部及び、近隣地域で、超市化の大人口は30万人。2012年に開局した FM33 キララとは、姉妹局の関係にあり、同局向けの番組の多くを制作、同時配信していたが、2020年5月31日を、もって終了している。FM キララは開局以来黒字経営を続けている。 ことで知られている。コミュニティ FM に見合った低コストの運営モデルを発案、実践を行っているためである。このビジネスモデルは自社グループだけで展開するのではなく、新規開局するコミュニティ FM にもコンサルティングを行うため、合同会社コミュニティメディア開発推進機構を設立し、全国に広がっている。この取り組みは2011年10月1日放送の新 週刊フジテレビ批評や2015年2月15日放送のガッチリマンデーで取り上げられた番組編成はすべて自社制作番組で構成されており放送時間は毎日7時22時の15時間放送平日土曜日曜ありがとうございます